松山温泉探訪、松山名所巡り、出入木の湯、出入木の紹介をしていきます。まずは松山温泉探訪出入木の湯からの紹介となります。出入木の湯は愛媛県松山市中野町にある温泉施設で、県道伊予川内線23号沿いにある温泉施設となっています。源泉は松山市中野町河野853番地地下1200メートルから自噴し、ナトリウム塩化物泉となっています。源泉は露天の金泉湯です。源泉の黄金色は源泉に含まれる鉄分の色で、成分が豊富なため空気に触れると金色に輝く黄金の湯となります。ぬるめの湯でとても気持ちの良い温泉となっています。露天は源泉湯もあります。外気に触れ癒され効果でストレス、睡眠障害、うつ状態の解消、源泉浴、本来の身体の機能を回復させるだけでなく新陳代謝を活性させます。他にも大浴場、ダル風呂、シェイプアップバス、リラックスバス、気泡浴、打たせ湯、掛け湯、露天10メートルの歩行湯があります。サウナなどもあります。その他設備も整っています。さて、ここは本当は温泉はなかったはずのところですが、松山の名所城之内公園の手入れ木がここにも由来してきています。弘法大師の像が温泉施設の前にあります。さて、この手入れ木ですが、手入れ木というのは松山市の天然の記念物となっています。手入れ木は高井の城之内の清流に自生する水草です。15度くらいの冷たい水に適し、葉が小粒でピリッと辛く、刺身のつまや一夜漬けにして食す、学名大葉種付け花となっています。城之内公園は西林寺の奥の院となっています。城之内ではその昔、南道後のある高井地区では干ばつにより住民が困っていました。そこに弘法大師がやってきて石像を突くと泉が湧き出し、とても綺麗な水が今でも湧き続けています。そしてそこで手入れ木が自生するようになり、公園が整備されました。地下1200メートルから手入れ木の湯はその恵みを受け温泉施設となりました。西林寺の中には秋風や高井の手入れ木、三つの鯛と正岡子規が詠んだ句があります。これは伊予節の一句となっています。伊予節は名物名所を読み込んだ松山の代表的な民謡の中にあるところとなっています。そこの歌詞の中に高井の里の手入れ木跡あります。城之内公園、手入れ木の湯の紹介でした。ありがとうございました。